鹿嶋市の夏の風物詩、鹿嶋踊りが今年は4年ぶりに開催されることになりました。例年2日間でおよそ3000人の市民などが参加する鹿嶋踊り、しかし去年まで3年間は新型コロナウイルスの影響で中止となっていました。今年は4年ぶりの開催となり、8月4日と5日の2日間、鹿嶋市の中心市街地を会場に行われます。また今回は60回目の記念大会で、初日の踊り終了後には鹿嶋市民納涼花火大会も合わせて行うということです。鹿嶋での60年の歴史 があるわけですけれども、もう伝承をね、次の世代に伝承していく時に入っていると思いますので、そこをしっかりと伝えやっていきたいということ。来月の3日間は鹿嶋市民体育館と野込小学校で踊りの練習会も予定しているということです。